福岡ソフトバンクホークス対バッターボックスには柳田が入っています。ここは気の抜けないバッターが続きますね。さあ得点圏には先制のランナー、やはり先に先取点が欲しいわけですから、ここは我慢のピッチングですね。なるほど、そうですよね。インコース高めはストライク、この剛速球で追い込みます。落ちるボールです。これでフルカウント。このピンチ見事なアウト。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。バッターは柳田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。打った打った瞬入ったいや。バッターボックス平田、セカンドランナー帰れば追加点、レフト前ヒット。バッターは4番筒香。ホークスこの回1点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを迎えています。初球打ち、さあサードランナーはどうする。サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン、筒香。